D1 グランプリで2年連続優勝した富士宮焼きそば。言わずと知れた静岡県のご当地グルメです。全国から注目を集めた富士宮市にさらに活気を。こういうご時世で笑いもあんまり少ないので、少しでも笑いで富士宮の人たちが元気になれたらいいなと思ってこの企画をしました。立ち上がったのは地元の高校生です。源頼朝、織田信長、徳川家康がお宮横丁で富士宮焼きそばを食べて一言、何と言ったでしょう。富士宮市西町にある富士宮高校会議所。この日は地元の高校生6人が集まっていました。富士宮高校会議所は3年生を中心に20人ほどのメンバーで構成。週末にボランティア活動をするなど、町の地域振興のための活動をしています。今回企画したのはダジャレ大喜利の作品募集。その名もミヤ D1 グランプリ、ミヤ O1 グランプリです。笑いで地域の魅力を発信がプロジェクトの目的です。大喜利のお題も高校生が考えました。もともと富士宮は蘇我漬けがすごい有名で、源頼朝とかが、ここに富士宮にもし来たらっていうので、昔の歴史の人だ人物とかをこう想像しながら、富士宮に来たらどうなるのかなっていうのを考えて作りました。源頼朝が現在の高校生として富士山本宮浅間大社にてやぶさめ祭りを見て一言、何と言ったでしょう。蘇我兄弟が現在高校生として歌手デビューしました。曲名は何ですか。織田信長が遠足で西山本門寺を訪れました。そこで一言、何と言ったでしょう。大喜利のお題は全部で5つ。県外の人にも分かりやすい富士宮市内の名所や名物を盛り込みました。くすっと笑える作品を募集することにしました。そしてお題を考える上で笑いの勉強も欠かしません。この日は吉本興業の漫才コンビフランポネから講義を受けます。今からちょっとフランポ漫才がやってみたいと思います。で、今日白田さん、せーの、どうも。ミニ漫才C'est bon, merci, Roi Parchman. Bonjour, fromage. C'est trop. 今のネタを日本語でやると、ミニ漫才、僕らの食卓。ねえねえ、私の料理どう？美味しいけど、週に6回チーズフォンデュはきつい。ミニ漫才、笑顔パターン。富士宮って、なんだろう、観光地とか、富士山もあるし、なんか、そういう面では盛り上がっているけど、それをもっと広めるにはお笑いとかで多くの人に印象づけてもらうのがいいなって思ってて、今回をきっかけにお笑いもみんなで取り入れて、そうすれば地域の人にもより注目してもらえると思ってます。作品募集は11月まで。すでにその先を見据えています。ラジャーとか大喜利を今度は作ってもらったら、それを本にして富士宮の
ダジャレブックみたいな感じで作って広めていけばいいんじゃないかなと思います。全国から富士宮の地にたくさんの笑顔を。高校生のチャレンジは始まったばかりです。やりたいことですか？